はい、どうも、こみです。さて、本日はですね、こちら TH コンプリーターさんからお届けしたいというふうに思うんですけども、テーマはですね、ちょっとまだイエティの話をしたいなというふうに思います。まあ、前回ではないな、もう少し前、イエティ戦術のいろんなまとめ系、私動画を出させてもらったものの、うん、それですね、まあ、どんな村にも使えるってわけではないと思うんですよね、残念ながら。で、本日は、そのですね、イエティが刺さる村と刺さらない村の、まあ、違いっていうところを、これもですね、まあ、改めてになるかもしれませんが、まだやっぱりイエティって、まあ、そうは言っても結構使える強いユニットなんで、この辺中心に語らせてもらおうかなというふうに思っております。でですね、まず見ていきたいのがですね、これですね、合計今日3本ご覧いただきたいんですが、2本はイエティ、もう1本はイエティじゃ無理だよっていう配置のご紹介というところになります。で、ですね、このアタックを見てもらうと、クエイク8発持ってってるんですね、ここに。うん。で、イエティをですね、こっから出していきます。こっからですね、ガツンと、ま、こんな風に出していくんですね。で、まあ、そのためのサイドカットを、ま、今序盤やってるというところなんですけども、このグランドボーデンにヒーラーをつけたおでひーの形っていうのは、見事ですね、結構、オーソドックスなイエティ戦術の入りの形としては、メジャーだと思います。で、その後ですね、イエティを中心のこの大砲とかですね、この辺、ウィズドのあたりにこう通していくための、方法を、魔法ルートかな、を作っていくというところになりますね。しっかりとこれでも60方面カットできてるんで、イエティをどんな風に出していって、どういう風に奥までこう流していくのか、そこの話に移っていきたいという風に思うんですけども、これですね、今クエイクで一発目穴を開けましたよね。で、そうすると、ここまで、村がこう繋がるんですね。わかりますかね？こんな感じで、村が繋がっているのが、このぐらいの範囲かな、こういう風に。当然、ここからイエティを入れていくわけなので、さあ、そうすると次のクエイクどこに打つのか、っていうともわかりますよね。ここに打ってきますね、当然ね。この辺にガスンと打っていくと。で、そうすることによってイエティがきっちりとここまでこう突っ込んでいける。まあ、そういうルートが出来上がるわけですよね。で、これが、イエティを使える村の特徴です。まあ、一言で言うとそういうことなんですよ。で、それをもう少し、噛み砕いて、わかりやすく言うと、ですね、なんていうのかな、そのイエティを出す、面から考えて、まっすぐその縦方向に、まあ、今回で言ったら、こうですね、このルートに、壁の、なんていうのかな、向きが向いてる、って、ちょっと言葉がおかしいかもしれないけども、なんていうんですかね。例えばイエティをここからこんな風に出すじゃないですか。ね、例えばですよ。まあ、こんな風な村があって。で、その時に壁が、こうなってるとベストなんですね。こんな風になってると。わかりますかね？イエティ、ここからこう入っていけるじゃないですか。要するに壁の、壁がですね、イエティが前に進んでいけるような壁になってるといいわけですよ。簡単に言うとね。で、それっていうのが、今この配置で言えば、完全にここの、この隙間っていうのが、もうイエティがまっすぐ前に進んでいける、もう道を自動でこう作ってくれてましたよね。なので、クエイクで壁を開けて、そっから少しこうイエティを少しこう反らしてあげる。反らしてあげることによって壁の中までこう破壊していってもらいながら、前に進んでもらう。まあそういうことができる、配置だからこそこういうイエティアタックが刺さるわけですね。まあ、この形であれば、クイヒディガホグっていう形でも、まあ、取れる気もします。まあ、島型配置はクイヒディガホグほんと強いんで。まあ、ただですね、今のその奥にイエティが入っていけるルートが、比較的見えやすい配置っていうのはイエティが使いやすいと。まあ、いうところに関して言うと、次のこれなんかもっとね、よくある形でわかりやすいと思うんですね。IT さん取ってくれてるこのアタック。さあ、どっから入ると思うかっていうか、注目するのは、ここなんですね。ここのスペース。ですね。ここ。このスペースに注目するわけですよ。わかりますかね？これ、イエティたちをこっから入れていくと考えた場合に、なんて言うでしょう。まずイエティ、ここまで入れますね。一個壁越えれば。で、ここまで入っていったら、ずーっと反対側でイエティが突き抜けるルートが見えますよね。これ、すごく重要なことなんですね。例えば、もしも壁がここでこう切れちゃってた場合、こういう風にね、ここが繋がってた場合、そうはいかないですね。ジャンプもう一枚ここに必要になります。けど、それをしなくてもイエティが中に入っていって、そのまんま対角線上に突き抜けられるような形が見えますよね。これが、イエティが使いやすい村の特徴です。非常に大きな部分。
なので、今回 IT さんは間違ってもこれっていうのを、この3時6時面、こちらの3時6時面だったり、9時12時面から攻めなかったのは、今のそのイエティを通そうとしているこのルートっていうのが、この2つの面から攻めちゃうと逆効果になっちゃうんですね。要するに越えなきゃいけない壁がいっぱいありすぎて、イエティがそこで、越えるたんびに、足止めを食らっちゃう。まあ、レイジでこう殴り焼けることにもなるわけなんですけども、足止めを食らってしまうと、当然そこで撃たれまくって倒れていってしまうので、なるべくならどん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 前に前に行ってほしいわけですよ。なんで、もう回廊なんかでもイエティ結構強いのは、まあ、ネクロマンサーと、ね、イエティってその回廊を壊すときの結構、重宝するユニットの、両雄だと思うんですけど、壁がないからなんですね、ああいうのも。壁がないからどん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 こう前に前に進んでいける。で、そういう前に前に進んでいける、その壁の形を見極めて、それが見える配置にはイエティが使えるっていうことなんですね。もう一回言うと、今回のケースで言えば、ここの壁、この、進行方向から向かって垂直というかね、イエティの進みたい方向に長広くこう、配置された壁。あとはこっちですね、ここ。この二つの壁の特徴を利用して、ジャンプインをすると。で、ここもジャンプインをするっていう形で一気にイエティを対角線上にこう突き抜けさせることができたということですね。で、こういう風な形になってくると、イエティをそこに歩かせるルートっていうのが、もう非常に見えやすくなって、大幅に横に逸れることもなくなります。なんでイエティをコントロールしやすくなるわけですね。無差別攻撃ユニットになっているのでイエティって、ある程度そのルートっていうのをコントロールしてあげないとあっちゃこっちゃに散らばっちゃいますが、こういう、相手の村のその壁をうまく利用できる、ような絵が描ける場合にはそのコントロールが非常にしやすいので、そこを歩かせた上でじゃあ残ったところをどういうふうに処理するかっていう発想になるわけですね。まあ、今回で言えば、イエティでここら辺をこうガツンとこう削っていった上で、こう10日兵舎がここに出てますね。12時方面に残った9時12時面っていうのは、10日兵舎プラス、あとこれ10日兵舎プラス、ロイちゃんで、潰していくという絵が描けるわけですね。まあ、こんな風にその壁が前に前にこうイエティが進んでいけるような形になっている。これ非常にイエティを使う上で重要なポイントになってくるので、ぜひね、押さえておいてもらいたいと思います。で、改めて、この8番の配置ちょっと見てもらうと、わかりますね。今度はもう見やすくなってますよね。明らかに、リプレイ流しませんが、ここのルート、これイエティが歩いていきますよね。ガンガン歩いていける。でも歩いていっても両方からこうガンガンと撃たれてしまって、イエティたちがこうやられていってしまうので、であれば少しね、この、イエティが通るルートの周り、こう、クエイクで壁にこう穴を開けていくことによって、イエティたちがまあこの辺をこう歩いていけるような感じになると、ここを全部イエティでこう潰していけるように描けるわけですね。そうすれば残ったこことここどうすんのみたいな。まあ、そんなような発想で、ですね、プランが組み立てられるということになります。で、そこを潰すためのユニットを持っていけば、まあ、前回までもう突っ走ることができるわけですね。はい、というところでございます。まあ、偉そうに言うんですけど、結構これ難しいんですけどね。言うほど決して安くはないんですけども、まあ、ぜひですね、チャレンジしてみてもらえたらなというふうに思います。さあ、で逆に今度イエティが使いにくい配置、どういうのかっていうのを見てもらいたいと思います。こんな配置ですね。これは、まあ、正直イエティちょっと使いにくいです。なんでかっていうと、まずですね、さっき言ったそのルートを通そうと思った場合、まあ目につくのはこことかですよね。で、あとこことか、あとまあこういうとこなわけですよね。まあこんなとこも見えるかもしれないですね、こういうふうに。だけど、イエティが、極端に散ってしまうルートっていうのがあるんですよ。わかりますか？例えば、こっからイエティがこう入っていたとするじゃないですか。そうすると、中央付近で一気にこうイエティが散ってしまいますね。で、ジャンプで越えた瞬間、こっちにも来てしまう。もうバラバラになっちゃうとイエティさすがにやられちゃうんで、なるべくならその狭いところをこう歩かせていけるようなルートを作りたいわけですね。で、まあ、今、逆の面で言って、こっち側で言ってもそうですね。こっち側の3時、6時面から出していっても、まあ、このルートがこう見えてきますけども、入っていく。入っていったところ真ん中で一気にこう散ってしまうわけですね。こういう風にあっちゃこっちゃに。こうなってくると、終盤イエティが全然伸びなくなっちゃうんで、こういう配置にはイエティは使いにくいですね。で、じゃあここを通そうかと思うと、どうでしょうね。壁が多すぎるんですよ。1、2、3、4枚もあるんで、こういうとこは通しにくいです。こっちも同じですね。1、2、3、4、まあ、5枚ぐらいこう壁がある。なんで、このルートっていうのも、両方ともダメです。じゃあ、こういう相手にはどうするかっていうと、逆に、
クイヒーからのギガホグなんかを使っていくっていうのがいいですね。私、今のまあ環境、よっぽど大きなアップデートとかで変化が起こんなければ、陸戦術はもうイエティとクイヒーギガホグ、この二つっていうのをきっちりと、抑えておくことが、まあ、現環境においてタウンホール12ないしは13で、確実に、どんな村にも対応できるような、まあ、技術につながっていくと思います。で、今回の、ファルコさんに関して言えば、クイヒディガホグですね。きっちりと、6時方面のここのところをガスッとこうクイヒで削っていきながら、さらに壁の向こう側まで殴りつつ、ディガホグですね。こいつらをガーンと。こっちにもガーンとこうね、12時と9時方面に、中心部付近でまあばらけていくことも多少見据えながら、やっているということになりますね。これでまあホグライダーは上、ディガー、ワッシャっていうふうにまあ分かれてきましたけども、まあまあ、そんなに大きな分かれにはなってないですね。やっぱり、最終盤まで、ディガーとホグライダーがある程度こう強調しながら、突っ込んでいくという形の攻めになってますね。まい。こういうふうにですね、壁が細かく区切られている場合には、まあ、そこを無理にこうイエティを使うためにクエイクとかジャンプで開けていくっていう、まあ、ことを考えすぎなくてもいいですね。クイヒーが通せるルートっていうのがうまく見つかる場合には、そこをクイヒーでしっかりこう、削っていきつつ残った、なるべくこう細長いルートを作るわけですね。今回で言えばイエティがばらけちゃうリスクっていうのを、ある程度、加味しながら攻めるよりは、ここのとこですね。ここをきっちり空気で潰せば残ったルートはまあこういう L 字が見えてくるということで、ここに関してディガホグでこうガツンとね、取っていく。まあこんな風な絵を描くわけですね。間違ってもこのディガホグのパートにイエティっていうのは流せないので、まあそこに関してはね、ちょっと気をつけておいた方がいいです。まあ理由はさっき言った通りですね。壁が多すぎるってことですね、ここ。壁が多すぎるんで、これをイエティ流すのは、ここにイエティ流すのは絶対に無理だと。で、逆にじゃあ他のところで流そうと思った場合には、壁がうまいことこう隙間作られてるんで、あっちゃこっちゃにこう、ごめんなさいね。あっちゃこっちゃにこうイエティが流れていってしまう。こんな風に。そういう風なリスクを考えて、分散させて終盤イエティ全部潰されちゃうよりは、ディガホグを使った方がいいと。いうことで、まあこういう攻め方っていうのがまあオプションで持っていると非常に便利ですというお話になります。いやまあ、このレベルの戦いになってくるとですね、ほんと前回がもう綺麗すぎて、なんて言うんでしょう。まあ、見るだけでも勉強になってくると思うんですね。まあ、ただですね、まあそこに隠されたそのプランの選択の考え方だったり、あとは、まあどういう配置には、じゃあどういうユニット構成がいいのとか、そのユニットコースで攻めるときにもこういうところに気をつけた方がいいよみたいなね、いうまあワンポイント的なところっていうのも、まあ私のチャンネルでは、まあ、これからもですね、なるべくお届けできるようにしていきたいというふうに思いますので、ぜひですね、ご興味持っていただけた方は、チャンネル登録またグッドボタン、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。本日このあたりで終わりにしたいというふうに思いますが、ぜひですね、こちら TH コップリーダーさん、私今サブアカで、撮影用のアカウントを貸してもらってます。まあ、非常にね、関西クラクラクラブとこうつながりの深いクランさんなんで、一緒にこうやらせてもらってるんですけども、かなりですね、アグレッシブなクランなんで、もう上手くなりたいよっていうね、意志のある方なんかだったり、では、対戦大好きっていう方は、関西クラクラクラブもおすすめですけど、こちらも非常におすすめです。ぜひね、お越しになってみていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。では、本日このあたりで動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。